あら、久しぶりね。パムに呼び戻されたの？そうよ。請求列車には定期的な清掃やメンテナンスが必要なの。ここは乗員にとって共同の家だから大切にしないといけないでしょ。1年に1回の大掃除？うちは部屋を片付けるのが大好きだから、この機会にいろんな場所をきれいにするつもりだよ。ああ、戻ってきたのか。そうだ、俺も準備を進めている。久しぶりだな。最近はどうだ？ああ、過去のスケジュールを考慮するともう作業を始めないといけない日になっている。だからパムはあんなに焦っているんだ。どうした？準備ができたら洗車線に向かうぞ。はずじゃが、現在の進行方向にわずかな誤差が生じておる。どれどれ、これまでの航行のコントロールは正確じゃった。わずかでも誤差が生じるなどおかしいとしか思えん。警戒が必要じゃ。付近に奇妙な磁場があって列車の航行に影響しておるのかもしれん。よし、一緒に制御室へ様子を見に行くぞ。それで何が起きたの？何事？ねえ、見た？さっきの大きな影。なんで窓の外があんなことになってるの？赤い、何が起きてるんだろう？何それ。幼児ちゃんですら驚くぐらいだから、こんなことめったにないよね。よく聞け。列車が進めなくなった。さっきの騒ぎで連鎖反応が起きてしまったんだ。列車に宇宙船が追突した。どういうこと？列車でも追突されるなんてことがあるの？他の宇宙船もこのエリアで妨害にあって一時的にスピードをコントロールできなくなったらしい。追突事故が起きて列車に2人組がやってきた。それは珍しいね。でもいい人なのかな？ああ、俺が見る限り友好的な客人のようだな。もし列車でトラブルを起こすつもりならうちが黙っちゃいないよ。早く行こう。何が起きたのか確認しなきゃ。輝く宇宙、発生した異常事態、絵の具のようにほころぶ。あなたは実に美しい。本音の賛美をお許しください。あなたは冬の雪原に咲く花。ああ、美しい方がもう一人現れるとは。自己紹介が遅くなりましたね。僕はアルジェンティと申します。準備の騎士団から参りました。お二方の名を教えていただけますか？ちょっと真面目にしなよ。悪い人には見えないし。こんにちは、アルジェンティ。うちは美月なのかだよ。お二方にお会いできてとても光栄です。
先ほどは失礼いたしました。ちょうどこの鉢植えに向かって美の意味を説明していたものですから。突然ではありますが、僕の習わしに従い質問させてください。同じ宇宙に存在する命であるお二方は、準備の女神イドリラ様をご存知でしょうか？準備の騎士団は様々な星を駆け巡り、全宇宙に準備の名声を広め、あらゆる生命にその存在を知らしめています。僕たちは信仰の戒律によって自らを厳しく律し、肉体を鍛え名誉を守っているのです。ええ、ですがそれだけではありません。僕がこの鉢植えに美の在りかを教えていたように、僕が期待しているのは出会いであり、魂と理念のぶつかり合いや交流なのです。どうしてですか？なぜそんなことを聞くのです？自分を疑わないでください。僕の言動に嘘偽りはありません。あなたは朝日の下で咲き誇る花のように美しい。今準備について簡単にご紹介しましたが、あなたがこの理念を認め、イドリラ様を信仰してくださるかどうか、とても興味があります。しかしとても戸惑っているようですね。推測では善意で僕の理念を認めてくださっているようですが、心の中では準備に対する理解が不十分だが、それこそがまさに準備の行為なのです。僕は異なる理念を尊重します。しかし今の状況からすると、あなたが準備の存在を知らない以上、僕は騎士のやり方でそれを示すしかありません。あなたに騎士道にのっとった決闘を申し込みます。幸運にも僕が勝った場合、準備の女神イドリラ様の美貌は世界に並ぶものなしとお認めください。誠に残念ながら、イドリラ様のお姿を拝見する機会にはまだ恵まれていません。これは準備の騎士団の不文律なのです。騎士が決闘する前に叫ばなければならない戒律なのです。申し訳ありません。どうかお許しください。僕は口が巧みな人間ではないのです。どうして戦い始めたの？他人とのコミュニケーションは極めて難しい。そのため行動で表現するしかありません。あなたに準備を理解していただきたいと願っているのです。生命はただ呼吸するだけの存在ではありません。命の花いずれ風に吹き落とされる。この月下で全てを照らさん。月光を剣とす。この力が騒ぎ、戦輪は権限した。総理、世をそそら。これも試練。天候の技、さあ、ロメ。小高し、全力で来い。離れなさい。二人が楽しんでいるところに申し訳ないんだが、興ざめだっただろう。すまないな。姫子と話したんだが、今の状況は想像以上に急を要するようだ。そう、閣下するな。そんなに急いで戦わなくても、またチャンスはあるだろう。申し訳ありません、ベルトさん。彼女とのコミュニケーションに気を取られてしまいました。僕が列車を訪ねた目的をお話ししなければなりませんね。力を合わせて
目の前の危機に立ち向かうためです。僕はプライスレス号を操縦して銀河を旅していました。しかしその途中で苦境に陥っていたカンパニーの社員であるベリットを発見したのです。彼は不注意で巨大な洞窟に落ちてしまったそうで、ベリットを救出した後元の目的地まで送り届けようと思い航路を変更したのですが、偶然にもそのせいで列車の航行ルートに近づいてしまったのです。彼自身の話によると、スターピースカンパニーの社員だそうです。ここに来るまでにショックを受けすぎているので、今は車両の中で休んでいるはずです。彼も旅の経験から、女神イドリラ様に臣服し従うことを誓ってくださいました。君が来てくれて嬉しいよ。この列車が準備の騎士と協力し合うのはこれが初めてだ。今を楽しみましょう。引き続き今を楽しむのです。あなたは理解されていないようだ。僕は宇宙の赤い夜を楽しむことに専念しなければ不協和音を聞き取れないのです。それには共通した何かがあります。一度発見すれば僕はそれを排除するために必ず行動します。あまり時間を無駄にしない方がいい。いつ事態が悪化してもおかしくないからな。悪いが、そのベリットさんとやらの様子を確認してきてもらえるか。かなりショックを受けているみたいだから丁寧に接してやってくれ。悪いが、そのベリットさんとやらの様子を。どうしたんですか？僕は今を楽しんでいます。なんだ、俺を奮い立たせに来たのか。目的が顔に書いてあるぞ。先に言っておくがな、俺はアルジェンティに連れてこられただけのカンパニーの社員で、ただの脇役だ。何のアイデアもないし、あんたらの役には立てない。はあ、渋滞が解消されるのを待って早く家で食事をしたいと思っていただけなのに。アルジェンティが言ったのか？あいつめ、実はあいつが俺を助けるときにこう言ったんだ。先に準備の女神イドリラ様の美貌は世界に並ぶものなしと認めることを誓ってくださいとな。俺は誓うのは構わないが、先に俺を洞窟から出してくれないかと言ったんだが、ダメだとさ。そんな奴に付き合ってられるか？命の方が大事だから仕方なく。準備の女神ドイリラ様の美貌は世界に並ぶものなしと叫んだんだ。そうしたらドイリラではなくイドリラ様ですって訂正しやがった。誰があんな言いにくい名前をつけたんだ。俺は普通の社員だし、準備の愛用なんざ知るわけないだろ。もちろん生き延びるためにもう一度繰り返したさ。準備の女神イドリラ様の美貌は世界に並ぶものなし。どう思う？俺がそうしたいと思うとでも？俺は現実に打ちのめされたんだ。わかるか？子供の頃は自分も主人公のような人生を送ると思ってた。特にかっこいい宇宙船のパイロットになって宇宙を探索したいと夢見ていたんだ。しかし両親は、夢を叶えるにはまず大金を稼げ、そのためには努力をしてカンパニーに入るんだと言って俺を丸め込みやがった。よせ、言わないでくれ。胸が痛む。その後俺はきらびやかなパイロットという夢を諦め、
カンパニーで安定した仕事をすることにしたんだ。多分それこそが脇役にふさわしい一生だ。そうだろ？しかしアルジェンティを見て金を稼ぎたいという思いが湧いてきたんだ。もしかするとこれが俺の人生の転機なのかもしれない。あいつみたいなハンサムな騎士ならちょっと美化したイメージを作ればお受けするはずだろ。だからあいつにそう提案した。準備を宣伝し金を美の一環に変えるんだ。そうすれば短時間で宣伝できるし自分だけで布教するよりも効果的だってな。あいつはすごく驚いて褒めちぎっていたよ。列車を降りたらすぐにマーケティング部に連絡を取ってあいつに適した仕事を見つけるぞ。あいつをカンパニーの商品のイメージキャラクターにするんだ。そして俺はマネージャーになる。あいつはアイドル路線と実力派路線のどっちに向いていると思う？俺は現実と向き合い受け入れ、最後には打ち勝ってみせる。それでいつになったら列車から降りられるんだ？あんたらが早く渋滞を解決してくれるのを待ってるんだぞ、銀河の英雄殿。あんたってやつは本当に聞く耳を持たないんだな。わかったよ。どうせ他に行くところもないし、とりあえずあんたと。うん？今のはなんだ？誰の叫び声だ？からすると今のは絶対に絶対に列車から出た音ではないぞ。さっきの揺れで列車のどこかが破損してしまって、思いもよらないものが列車の中に入り込んだのかしら。音の発生源は分かっているのか？客室車両のようじゃが車掌室のようでもあったぞ。全くの逆方向じゃ。それじゃあ自分の部屋に戻って調べてみる？え？脅さないでよ！きっと科学的な説明ができるでしょ？はあ、口を動かすより行動しようっと。うちは部屋を調べてくるよ。本当に問題が見つかったらみんなに報告するね。美月ちゃんの言う通りじゃ。俺はとりあえず車掌室を見てくるぞ。これはどうしてもう一人のうちが、しかもうちに声をかけてる？うちはあんたの過去を知ってる。あんたが見たいもの、触れたいもの、知りたいもの、あんたの故郷、家族、友人、感情、愛や憎しみを全部。ああ！うちは完全な美月なのか？あんたが完全に忘れた記憶を持ってる。あんた誰？どうしてうちにそっくりなの？どうして何も言わないの？怖い。美月ちゃん？美月ちゃん？聞こえる？電話？姫子、変なものを見たんだけど。分かってるわ、美月ちゃん。今すぐ戻って。でも…美月ちゃん、美月ちゃん、応答して。部屋から出た？美月ちゃんに何かあったのか？まずいわね。ねえ、炭鉱と一緒に美月ちゃんを助けに行ってちょうだい。僕も一緒に参りましょう。ベリット、あなたも来てください。
ああ、分かったよ。万が一何か危険なことがあったらすぐにあんたの後ろに隠れるからな。虫だと。醜悪、不協和音が聞こえてきましたね。さあ、かの者を倒さねば。怖いよ。逃げんな。ほらほら、聞けば見逃そう。根は逃げる。使うつもりはなかった。天候の。取るに足らぬ。また。ほらほら。はっ。びっくりした。長いこと行方不明になってた双子の妹が現れたのかと思ったよ。まさか虫だったなんて。また新秩序に遭遇するとは思いませんでした。あ、以前アルジェンティが洞窟で俺を見つけた時にこの虫の群れがしつこく追いかけて噛みついてきたんだ。ほぼ全て駆逐したと思っていたのですが、現在の状況から考えると新秩序はまだ僕たちを追いかけているようですね。まさかベリット、あなたの体に虫が好むフェロモンが染みついているのでは。は？なんだ？フェロモン？知らないぞ。アーカイブで新秩序の資料を読んだことがある。その虫は羽を動かし繊維状の粉末を落とすんだ。それを吸い込んだ者は幻覚を見る。美月が部屋の中でもう一人の自分を見たのはおそらくその鱗粉を吸い込んだからだろう。ということはあれは本当にただの幻覚だったんだ。なんだかちょっとがっかり。あれ、待って、でも幻覚って普通に考えたらありえなくない？幻覚ならどうしてうちは自分の姿を見たの？どうした？その虫が何かおかしなことをしたのか？あいつうちの過去を知ってるって言って消えたの。それだけでは何の結論も出せないな。それよりも俺は列車に多数の新秩序が入り込んでいることの方が心配だ。この類の生物は潜伏能力が極めて高く、暗闇に隠れているかあちこちを動き回っているかもしれない。何としても繁殖を防ぐ必要がある。さもないと。たくさんのうちが列車の中をうろうろする光景なんて見たくないよ。一人だけでもすごく大変なのに。自分のことをよくわかっているんだな。さすがと言っておこう。ついな、虫の痕跡ばかりだ。一部の虫の卵には孵化の兆しもある。まだ幼虫になる前の段階だけど、あいつらの成長速度は私たちが考えている以上に速そうね。どうやら時間との勝負になりそうだ。列車の中を探し回ってみよう。Thank you.
おや、何をしているんだ。まだ虫の卵があったなんて。ああ、本当に虫の群れが列車内で繁殖してる。俺の靴の中にはいないよな。今は急いでもっと効果的な方法を考える必要があるようじゃ。そうじゃな、俺たちも自分の仕事をせんとな、ベリット。え、俺は誰だ。俺は何をすればいいんだ。自分の頭で方法を考えるんじゃ。あんたは車掌のくせに非常事態の対応策を用意していないのか。そういえば思い出したぞ、前もって用意しておったものがある。今必要なのはこれが役に立つかもしれん、可動式列車清掃機じゃ。本当は今回の大掃除で列車の屋根を磨くために用意していた道具なんじゃが、探査用カメラが取り付けられていて見える範囲もとても広い。遠隔操作で上空に浮かべれば視野内のあらゆるものを観察できる。重要なのは隅々まで見られるという点じゃ。掃除に使う予定じゃったが、こうなっては仕方あるまい。試してみる価値があると思うなら俺が遠隔操作してやろう。お前はよく見ててくれ。ついでに隅をきれいにしておこう。よし、可動式列車清掃機のお出ましじゃ。どこから調べたい？ここには特に変わった点はなさそうじゃな。今はそんなことに心を奪われている場合ではないぞ。他の場所を調べに行かねばな。おい、何をしておるんじゃ。特に何もないようじゃな。どうやら可動式列車清掃機を遠隔操作してもっと遠くの車両まで見ないといけないようじゃ。余計なことを考えるでない、隅々にまで目を凝らすのじゃ。俺が操作してみようか。この製品はいろいろな宇宙船に売り込むのに適している気がする。アルジェンティがイメージキャラクターを務める商品も見つかったな。さてメモしておこう。よし、続けるぞ。あなたが彼女の言っていた生物ですね。いつもは可愛らしいという言葉で表現されているのでしょうが、それを聞き困惑しているのでは。僕を信じてください。あなたの内面にはそんな言葉では表現できないほどの深みがあります。ぽよぽよのあなた、その名は魅力。あまたの言葉など不要です。あなたのような生命体に出会えて僕は歓喜しています。しかしそれによって僕が自身の精神の修行を放棄するようなことは絶対にありません。今回の危機を解決できなければ騎士の名誉のために死を受け入れるでしょう。なになに、あいつどうして虫との会話に没頭しちゃってるの。彼も幻覚を見ているんだろう。あいつにももう一人の自分が見えてるの。いや、あの様子から察するに知らない人物と話しているようだ。ねえ、早くあいつを助けてあげよう。
美しい存在よ。あなたたちも信徒なのですか？この人、救いようがないね。このままでは危険だ。行くぞ。支障ない。戦輪は権限した。総理、世を注がん。くだらない。トン根は巡る。天候の花。さあ飲め。とはっ。支障ない。この力が騒いで天候の。本当に申し訳ありません。このような美しい生物が幻覚だったとは。奴は見た目以上に狡猾で恐ろしく醜悪です。新秩序を目にした時にこいつが話していた、見たことのない美しいものになったと言っていたな。その通りです。僕がこの目に映したいものであり、彼女が話していた体験と同じでした。そうか。美月が見た過去の自分を知っていると言っていたやつと合わせて考えてみると、鱗粉が見せる幻覚は本人の主観的な経験や長期にわたる思いをもとにして個人の欲求のようなものを映し出していると推測できる。え、アルジェンティーにはウーウーボも美の化身に見えてたんだ。でもそれに比べてうちが見た幻覚は自分の過去を見つけること。そんなに興味ないと思うんだけどな。もっと他にやりたいことがあるのに。いや、それはとても純粋な願望、かつ非常に貴重なものだろう。虫のような醜悪な脅威が放った死に際のメッセージですから、参考にできるかは分かりません。しかし虫の死に際の言葉は真実であるとも言います。ということは、あの虫が死ぬ前にメッセージを伝えてきたのか。ええ、奴の最後の言葉は、せいぜい表面的な勝利を祝うがいい。お前たちは最後まで覇者の存在に気づけぬだろう、です。どうしてお前が虫の言葉を聞き取れたのかは置いておくとして、そのメッセージは、うん、待て、手がかりが見つかったようだ。アーカイブの初回一周期を見ていたとき、記述の中にしか存在しない虫に関する記事を読んだことがある。実際の研究サンプルはなく、著者はひとまず巨大新秩序と名付けていた。その類の虫は成長すると巨大になることもできる。スペースデストロイヤーを丸飲みできるほどにな。合理的に疑えば、アルジェンティの聞いた覇者とはそういった巨大な虫を刺していて、俺たちは、なるほど、僕たちはそれの胃の中にいる可能性が高いと。うちも。いやいや、もし本当に炭鉱の言う通りだとしたら、そいつは絶対に列車を丸飲みできるんでしょ。好き嫌いなんてする余裕ないよ。なるほど。でしたら僕とベリットの開口も説明がつきますね。どういう意味？また何か発見したの？ベリットは皆さんに話しましたか？僕たちが開口した時、暗くとても巨大な洞窟の中に彼は閉じ込められていて、
抜け出せなくなっていたのです。思い返してみれば、あの時の洞窟からは何かを飲み込んだり、ゆっくり動くような音が聞こえていました。うん、偶然お前の航路と列車の軌道が交差したということは、つまり俺たちが遭遇したのは同じ巨大新地中なのかもしれないな。これからそれを確かめてみよう。何の音？どうやらもう確かめる必要はなさそうだ。行こう、ベルトさんと対策を練るんだ。あんたたち何か言ったら？ここで皆さんと出会えて、このアルジェンティ死んでも悔いはありません。やめよう、やっぱり静かな方がいいよ。どうだ、調査に進展はあったか？俺が状況を説明しよう。そうだったのか。本当に列車が飲み込まれてしまったなら、一時的に列車のエンジンを過負荷状態にし、虫の胃に突っ込んで超高速で巨大新地中の体から飛び出すという手もありかもしれないな。跳躍には多くの準備が必要になる。途中で虫の群れの注意を引いてしまう可能性が高い。この方法は確かにリスクを伴う。エンジンが自然発火する可能性もあるが、他にいい策はない。ですが最善の策とも思えません。うちら失敗しちゃうかもしれないの？正直に言うとその可能性はある。列車の外壁が胃液の中で溶けているかもしれない。最も巨大で醜悪な輩は列車の外にいたようですね。怖いな。うちの部屋のクマやウサギも胃液で溶けちゃうの？ずっと一緒にいたから、あの子たちを救い出さないと。心配する必要はない。姫子と一緒にエンジンの状況を点検する時間さえあれば問題ないからな。落ち着いて待っててくれ。大丈夫だ、どんな危機があろうと一緒に立ち向かう。はあ、あなたお気づきになられましたか？皆さんが消極的になってきたようです。大丈夫だ、どんな危機があろうと一緒に立ち向かう。美月も心配している。それも当然だな。悪いが、みんなをなだめてくれないか？列車は開拓の過程で様々な困難に遭遇するものよ。今回だけじゃなく、予測できる将来にも同じようなことがたくさん起こるに違いないわ。それでも私たちは開拓をやめない。それも開拓の一つ、私たちは困難に立ち向かわなければならない。そうしてその過程で経験を重ね成長するのよ。そんな馬鹿げたことがあるか！まさか二度も洞窟で追い込まれるなんて、それが俺の運命なのか。急いで新地中の胃から出るんじゃ。俺は列車に一つでも傷をつけたくない。みんな落ち着いて。皆さんご心配なく、僕は鉢植えと最後の別れの挨拶を交わしました。皆さんとの開口と同様に、この列車の多くの命と共になることができました。皆さんと準備の道について語り合えたので、死しても後悔などありません。
この人ずっと鉢植えを抱えてる。この短時間で鉢植えと深い友情を築いたの？うちも部屋のぬいぐるみが心配だけどさ。列車はみんなの家じゃろ。何があろうと一緒に立ち向かうんじゃ。お前も戻ってきたか。ただちょっとタイミングが悪かったな。初めてあんたらと会ったのに別れを告げることになるかもしれないとはな。やれやれ、もう何もできないようだし、俺は最後の時間をあんたらが話す列車のエピソードを聞くことに使うよ。バカなことを言うな。何がお別れじゃ。じゃが今になって列車に情が湧いたようで俺も嬉しいぞ。どの話から始めるかは考えさせてくれ。ずっと一緒にいれば情も湧くだろう。だがちょっと待ってくれ。そうは言ったもののこの列車も最後の悪あがきくらいはできるだろう。ベリット、僕はあなたを目的地まで送り届けます。騎士は約束を守らねば。いつまでもそんな言葉で俺を感動させられるなんて思うなよ。俺は冷たい人間だって有名なんだ。ほらみんなも元気を出して、こんな時こそ信頼し合わなきゃ。そんなことないよ。こんな些細なトラブルきっと解決できるって。エンジンの点検が終わった。跳躍装置は今すぐ起動することはできないが、一時的な加速は試しても大丈夫だ。強い反対意見がなければ準備を始めるが。ベルトさん、少しお待ちください。申し訳ありません。急にひらめきまして、もしかしたら危機を解決するのに役立つかもしれません。列車の準備をしている間、彼女と二人だけで話をさせてくれませんか。あんたってば、この後に及んで堂々と言えないの。このアイデアは皆さんの前で言えば即座に反対されてしまうでしょう。しかし騎士である以上、僕は何としてでも列車の問題を解決したいのです。え、そんな覚悟をしてたの？どうやら考えがあるようだな。準備の騎士の伝統はよくわからないが、なのか、そう慌てるな。ありがとうございます。突然申し訳ありません。あなたと二人だけで話したいと言ってあまりにも不可解だったかと思います。実は僕の中から強い思いが込み上げてきたのです。準備の騎士として、これは僕が挑まねばならない戦い。僕は列車を降り、正面から巨大新秩序を迎え撃ちます。ランスで胃の壁を攻撃し、痙攣させて列車を吐き出させるのです。このようなことを形容するのは難しいのですが、僕は特定の何かを目にした時、心の底から美の感情が込み上げてくるのです。それはぼんやりとしていて本能でしか感じ取れません。銀河で一人旅を長く続けていたせいか、その感覚が一体どこから来ているのか僕は理解できていませんでした。しかし騎士である僕の務めは、美を秘めている種子を守り、その前に立ち、あらゆるものを跳ねのけること。そして今星宮列車がその趣旨なのです。ここは僕に帰りたいという思いを与えてくれた。そう、ここには家のようなぬくもりがあるのです。それは皆さんの間に強い絆があるからでしょう。ですから僕は身を挺してそのぬくもりを守ります。目先の快楽に溺れ、それを自身の身を守る盾にすることなどできません。
僕はそうした美の種子を守り、純粋で輝かしい花を咲かせ、それによって神に信仰心を証明したいと何度も願ってきました。それはアルジェンティという名の旅の中で生まれる必然なのです。それは僕たちの信仰であり、運命が求めるものでもあります。それを守るための戦いで血を流して意識を失った時、幾度となく神の足跡を目にしました。それは足元から広がり、未知なる前方へと伸びていくのです。理性は違うと言っていますが、僕はそうであればいいと願っています。あの過去の幻覚の中で僕は走り続けました。ぬかるみの道では涙よりも神が残した足跡の方が悲しみを感じさせました。そしていつもあと少しのところでそのお姿を見られないのです。ええ、それが僕の務めです。倒れ、立ち上がり、再び倒れ、再び立ち上がる。無数の試練に繰り返し挑み、生死の境をさまようのは、ただ僕たちがより準備の旅路に近づくためなのです。それが準備の騎士である僕の誓い。僕たちの戦いはまだ途中です。武を尊ぶ者は言葉を得意としません。まだお伝えしていないことが半分残っています。言葉が多く申し訳ありません。本当に気持ちを表現するのが苦手でして。最初の話題に戻りましょう。僕の考えに賛同してくださいませんか。賛同してくださる、本当にありがとうございます。あなたの理解はどんな宝物よりも貴重です。これまで僕は様々な旅人と戦ってきました。世辞や軽蔑的な挑発は何度も経験してきましたが、自身と同じような純粋な心を持つ者にはほとんど出会えませんでした。ではこの場違いな行動をお許しください。知り合ったばかりですが、互いに戦いで絆を深められました。最後までやり遂げられなかったことだけが残念です。僕は別れる前にこの後悔を消し去りたい。僕はランスでこの意思を証明し、武を尊ぶ礼儀で自身の名誉を守ります。勝敗に関わらず結末を受け入れ、そしてあなたに別れを告げる。我が友よ、あなたと出会えてとても光栄です。これじゃやれっこないよ。俺様がいるってのにビビッ。引けば見逃そう。命の花びらよ、いずれ風に吹き落とされる。本質は同じ。使うつもりはなかった。始めましょう。全力で来い。楽しいですか。くだらない。戦輪は権限した。総理、世を注が。この月下で全てを照らさん。
この力が騒いでいる。懺悔しなさい。栄誉を見届けよ、戦前の霊王。総理よ、世を注がこれも知れ、この月下で全てを照らさん。離れなさい。根は戻る。始めましょう。全力で来い。楽しいな。死ぬがいい。準備の勲章、戦前の礼を。あなたの行動、力、戦いの礼儀に僕は振幅しました。もし僕がこの戦いを評するなら、素晴らしく実力を存分に発揮した戦いと言うでしょう。このような相手との出会いは幸運ですし、僕も準備の存在を証明できました。これまでの過激な行動をお許しください。この戦いが終わる、それはつまり僕が列車の物語から退場することを意味しています。そして今、ついにその時がやってきました。はい、約束いたしましょう。僕は無鉄砲な人間ではありません。万全の準備をしてタイミングを見計らって脱出します。僕が列車に来たのは、危機を解決しようとしている皆さんを助けるためです。使命を果たせば銀河に帰ります。銀河はこんなにも広大ですが、またどこかでお会いできるかもしれませんね。ああ、素晴らしい。準備の騎士の使命を果たした後は、次に守るべき場所を探しに行きます。僕は騎士として必勝の決意と栄誉を背負っています。僕の体は無数の鍛錬で鍛えられていますので、簡単には折れませんよ。こんなにも短い偶然の開口でしたが、列車の乗員の皆さんとお知り合いになることができました。皆さんの心はとても美しい。みんなに話しに行こう。それが守り抜こうとしている彼の務めなのか。列車の外壁が胃液の中で溶けているかもしれないなんて。アルジェンティは一人で列車から降りて
巨大新実柱と戦おうとしてるの？個人の欲求？そんなものはないぞ。毎日仕事が忙しくて、会ったとしても忘れてしまった。カンパニーのおかげで幻覚に対する免疫ができたのかもな。アルジェンティが一人で行くのか？ダメじゃ、いくらなんでも危険すぎる。アルジェンティとの話し合いはどうだった？そうだったか。そういった考えを持つことに驚きはない。正直に言えば若い頃の自分を見ているようで、当時を思い出してしまうが、理性的に考えればそんなやり方は認められない。君はどう思う？これは本質的に彼の準備に対する理解と執着を君が認めるかどうかの問題だ。俺たちは個人が持つ本心への執着を変えることはできない。さっき昼寝をしていたら、夢の中で窓の外にいるもう一人の自分を見たんだ。アルジェンティのプライスレス号を操縦して空を飛んでいた。俺はどうしたんだ。普段なら夢なんて見ないのに。夢の中でアルジェンティの宇宙船を盗んだ俺は、自分に向かって早くアルジェンティを探しに行けと言っていた。俺は他人には一切興味はないが、この奇妙な夢はすごく気になる。それでアルジェンティの奴は一体何を企んでいるんだ？はあ？なんだって？あんなに大きな虫を相手に一人だけで挑もうっていうのか？あいつ死んでも後悔はないとか、鉢植えに別れを告げたとか言っていたが、冗談じゃなかったのか？まさか本気だったとは。あんた、もしかして認めたりしてないよな？バカを言うな。そんなことはない。あいつのことはちっとも気にしてない。俺が心配しているのは、俺の人生の転換点がどうなってしまうかってことだ。はあ、理解できないな。かっこよく死ぬより生き恥をさらした方がマシだろ。あいつは一体何に固執しているんだ。まあいい、本当に心配になってきた。あの頑固者め、あいつにとっては命より信仰の方が大事なのか？ダメだ、あいつに文句を言ってやる。列車から飛び降りた後、僕はランスで巨大新秩序の遺壁を突き刺し、激しい痙攣を引き起こします。その隙に虫の体内から列車が飛び出せるといいのですが。ベリット、わざわざ来たのは何か言いたいことがあるからですか？そんなの無謀すぎるだろ。自分から危険な目に遭いに行くだけだ。どうしても騎士の務めを果たさないといけないのか？他の方法は？俺らのような凡人には理解できない。僕のことを心配してくださってるのですか？あなたも自分の魂の高貴さに気づいていないようです。僕とは異なる表現ですが、独自の魅力がありますね。僕は自身の誓いを守り、あなたを目的地まで送り届けたいと思っています。あんた、頭にきた！このベリットにだって根性くらいあるぞ。あんたが聞き入れないなら俺も一緒に行く。どうせ俺の命もあんたが拾ったものだ。まあ俺の力じゃ大して役には立たないだろうが、少しくらいは戦える。ありがとうございます。ですが無理をする必要はありませんよ。あんた本当にどうしようもないな。わかったよ。ふと思ったんだが、俺らは偶然出会わなかったら
全く接点のない人間で、友人になることもなかっただろうな。あんたの人生は英雄の伝説で、俺の人生は三流小説みたいなものだ。それで相談の余地もないのか？どうしてもここでお別れしなきゃいけないのか？それならここで死んだりするなよ。あんたが帰ってくるのを待っているからな。今回の危機を乗り越えたらカンパニーで広告塔になれよ。大事なのは絶対にここで死なないことだ。心配は不要です。高らかに叫んでみせましょう。準備の女神イドリラ様の美貌は世界に並ぶものなしと。列車が無事に脱出した後、僕も自分の出口を見つけ安全に抜け出してみせます。そして再会いたしましょう。あなたが全てを見届けられれば、僕の情熱的な理想を理解できるはず。宇宙は赤く長い夜の中にある。僕の人生は誰よりも忠誠なのです。これは幻覚だろうな、きっと俺たちは鱗粉を吸い込んだんだ。え、まさか虫がこんなに大きいのも幻覚？残念ながらそれは現実だな。ジェンティはきっとこの花火を美しいと思ってそう。出会ったばかりだけどいいやつだったね。心配だよ。アルジェンティがどうなったのかわからんし、列車は危機から脱したが喜ぶ気には乗れんな。ベリットも列車から降りちゃったね。あの人すごく悲しそうだったよ。きっとあの人もアルジェンティの考えが理解できなかったんだろうな。準備の騎士団は銀河の中で孤独に旅することに慣れてて、他人に理解されにくい人たちなの。彼らの帰る場所は星空だから、この花火も彼の勲章を象徴しているのかもしれないわね。でもこんなに大きな花火も、こんなに綺麗な星空も、あいつは見られないんだね。彼にも自分の考えや苦悩があるのよ。何しろ準備のアイオンはもういないでしょうから。え、アルジェンティがずっと口にしていたイドリラのこと？あいつイドリラを見つけに行くとか、騎士としての務めを果たしてイドリラを守るとかって言い続けてなかった？イドリラが亡くなったことは準備の騎士も黙認しているの。もちろん中には信じたがらない人もいるけどね。例えばさっき会った、彼はイドリラが行方不明になって普通の人間にはたどり着けない場所に隠れてると思ってるんでしょう。ねえ、今回の危機は乗り越えたし、偶然出会った訪問者もいなくなったわ。でもまだ話すべきことがあると思うの。例えば準備とは何だと思う？あら、いい答えね。準備の形は様々で多様に変化するわ。人がそれぞれ心に抱いている答えも違う。だから準備の騎士が銀河で一体何を追い求めているのかすごく興味があるの。仮に
アルジェンティが行方不明のイドリラを見つけたとして、人間の目でそれを識別できるのかしら。もしくは自分が執着する神に向き合いながらも目が見えない人のように見て見ぬふりをするか、さらには全く気がつかないか。そうだよ、あいつって目を白い布で覆って自分で課した厳しい条件の中で木の杭と戦って修行している人みたいだよね。うちはよくわからないけど、どうせいつの日かあいつがベロブルグのゴミ箱を漁りながら中に向かって、イドリラ様いますか、いますかって叫んでいても多分驚かないと思うよ。でもそれでもね、やっぱりいい人ではあると思うんだ。ちょっと変わっているけど。あれ、俺たちが行こうとしていたのはどこじゃ。